はい、こんにちは、平です。こんにちは、松林です。今回はですね、はい、専門学校と、独学、この2つのメリットとデメリットについて話していきたいと思います。なるほどね。まあ CG 始めようと思ったらやっぱり専門家、まあ、最近だと独学もあるもんね。どちらにしろ作品を作らないといけないんですけど、その上で勉強するときに専門学校に行くことと独学でやることの、まあ、お互いのメリットデメリットがあると思うんですけど、確かにこの中でじゃあ早速その専門学校のメリットの部分から話していきましょう。専門学校のメリットね、やっぱりまず設備が整ってるってことじゃないかな。まあそこがやっぱり大きいですね。大きい。パソコン、ソフト、教科書とかもね。あとはまあやっぱ講師の人がいる。そうですね。この専門学校の利点としてプロの方が講師として教えに来てることもあるので、結構あるよね。結構ありますね。僕らの時もそうでした。そうそう。プロの人が普通に授業の講師として来てることもあるし、特別講師みたいな形でね、なんかこうスポットで来てくれることもあるよね。まあそういういろんなジャンルのプロの講師が来てくれる。あとはこういうプロが講師として来るので、そういうプロの現場とつながるチャンスがあるというところもメリットの一つですかね。確かにやっぱり学生目線でプロの人たちがどう働いてるかとか気になるもんね。そういうのをこうしっかり聞けるチャンスというか、それはまあやっぱり専門学校だと自然とそういう機会に恵まれてるかもしれないね。あとは僕らのように全くパソコンが触ったことがないというところからでも、まあ、使い方をきちんと教えてくれるというところもありますね。そうだね。その自分で勉強できる人ってなんだろう、 ある程度元から知識があるというか、そうで全くそういうパソコンとか CG とかデジタル関係のものに全く触ってこなかったとしてもやってみたいなと思った場合、専門学校はすごくいいよね。その基本的なパソコンの使い方とかまで教えてくれるので、まあ、普段の生活に役立つんじゃないかな。まあ、全く触ったことない人なんかはコピペとかまずわからない。まああとはやっぱり友達ですかね。ああ、クラスメートね。クラスメート。そうだね。やっぱ専門学校だと他の大学とかと比べてなんだろう、同じ趣味を持った人たちが集まってくるから、仲良くなりやすいよね。特にゲームが好きだったりとか、あ、そうそうそう、映画が好きだ、そういう話を深くできるところもメリットかなと思います。そうだね。なんかそこが結構でかいかなと思うよね。クラスメートで一緒に就職活動してプロになったメンバーも結構いるじゃん。そうですね。いまだに仲いいもんね、やっぱりね。やっぱりいまだに付き合いもあるし、もう10年以上ですかね。もう10年以上。そうだね。そういうつながりもこういうところからできるので、いいんじゃないかなと思います。最大のメリットがありましたね。はい、なんでしょう。インターン制度がある。インターンね。これは就職する上でも一番。そうだね。インターンはかなり重要だと思います、ね。重要ですね。はい、実際にプロの現場で、期間はどれぐらいですかね。1ヶ月とか。まあ1ヶ月とか。インターンに関してはまた別でこう。専門の動画やってもいいかもしれない。そうですね。インターンについて語る動画も後で。はい、専門のメリット。はこんなところですけど、逆にデメリットの部分ですかね、少し話していきましょう。デメリットね、まあ、やっぱりどうしても、まあ、学費ですね。お金がかかる。まあ大学行くにしてもそうでしょうけど、まあこの学費の部分ですね。じゃあどれぐらいかかるのか、我々が行った東北の方の専門学校なんですけど、まあ年間で100万ぐらいですかね。年間100万、でそれの2年間、2年生だったら200万ぐらいかかりまして、それが都内であればもう少し高いんですかね。150、そのくらいするんじゃないかな。大学とそんなに変わらない。変わらないと思う。まあ学校によるとは思うんだけれど。学校によるとは思います。あとは卒業したとしても 100% 希望の職種に就職できるわけではない。そこね。そうなんですよね。特に僕らの CG 業界、まあ、特別な資格があってなるわけじゃないから、本当に作品頑張って作ってそれが良くないと就職できない、まあここがちょっと他の専門分野と違うところで、何か資格を得てなれるものではないので、どうしてもその個人の力量に依存してしまう。そうだ。どうなんだろうね。美容師さんとかはやっぱり資格取ればこう手に職がつくような感じなのかね。おそらくそう。まあちょっと詳しくはないですね。僕らにはないですね。ないですね。逆に言うと、まあその資格も必ず必要かというと、まあ言い切ってしまえば全く必要はない就職に生かせることはまあないですね。勉強するっていう意味ではいいと思いますよ、うん、勉強して何か資格取る、そうそうそう、いいと思うんですけど、それ持ってるからといって就職に有利になるってことはないですね。専門に続いて独学のメリット、独学ね、最近だと独学の人も増えてきたよね。まあこの独学のメリットは先ほどの専門とは違って、まず学費がかからない、設備は自分で用意する必要があるんですけどね、まあ、そこがクリアされてるなら、まあ、単純に学費かかんないのはすごくいいことだよね。あとは働きながらでもできる、それはすごくいいです。それは本当に実際昼に普通に仕事して家帰ってから自宅でこう CG の勉強するって人もいるだろうね。そういると思いますね、うん、まあなので長いスパンをかけてみれば自分でも上達して上手くなることができる、うん、そうだね。働きながらでもこうちょっとずつ勉強していって、ある程度腕が上がってくれば全然就職できる可能性はあるんじゃないですか。はい、最近だと CG と関係ない仕事してる人が独学で勉強してて、その貯めたお金で新たに専門学校入り直してるってパターンもよく見るね。ああ、うちにもいますね、そういえば、うんうん、その人は、うん、まあ、全くその CG とは違う仕事をしてるけど、仕事をしながら半年間だったかな、うん、まあ、そういうコースを選択して、そこで作品を作って、で今まさにインターンで来てる。なるほど。4月から採用が前提としてですね。最近はそういうパターンもある。ありますね。じゃあこのデメリットの部分、はい、あ、独学のデメリットですか。まあ学費かからないとは言ったけど、やっぱり設備を自分で用意しなきゃいけないってことパソコンだったり、パソコン買ってソフト買って用意して、ただじゃないですからね。ソフトもまあ例えば2年間であれば、うん、今は月額払いですか、うん、それでトータルでいうとどれぐらいだろう、パソコンも合わせて最低でもやっぱり40万から50万ぐらいかかると思いますね。 CG のソフトを動かすパソコンってなるとそれなりのスペックがないとダメなんだよ。だから安いパソコンでバリバリ勉強できるかって言われるとちょっと難しいかもしれない、うん、10万のパソコンでギリギリですか。10万は正直かなりギリギリアウトかもモデリングのみならいける何かに限った勉強の方法だとしたらいけるかもしれない、うん、でも先を見据えれば20万ぐらいの買った方がいいのかな、まあ、設備に関してはそのところで、あとはやっぱり自分のみでやらないといけないのでかなり強い意志が必要、必要ですね。やっぱり、まあ、自分のペースできるのがメリットではあるんだけど、まあ、それゆえダラダラしちゃうというか、サボろうと思えばいくらでもサボれるという、本気でやろうと思わないとなかなか、うん、そうだね、締め切りもないしね。まあなのでやるとしたら期間を設けてその間でやりきってしまう、うん、なんか時間は決めた方がいいよね。今その専門と独学のメリットとデメリットについて話していったんですけども、我々の現時点での見解ですね。現時点での見解としては、まあ専門学校の方がいいんじゃないかな。そうですね、なかなかやはり一人でやりきるというのは、まあ、できる人はできるんでしょうけど、あ、そう、あのね、できる人はできる、独学でできると思うけど、 CG に興味を持って何かやろうってって思ったけど本当に何も知識がないって人にとって専門学校はすごくいい場所。そうですね、はい、まあ専門に限らず、まあ、大学とか、まあ、特に美大とかなら今なら全然 CG の勉強できるとかも増えてる、うん、まあそういう設備も整ってきてそういう勉強もできると、うん、美大出身の人が就職するパターンも結構増えてきてるよね。今はすごい増えてきてますね、うん、で特に CG ができなくても、うん、就職は会社側も積極的に採用してますね、うん、会社側も教育する準備がこう整ってきてるよね、昔よりもね。美大出身でもう絵がとにかくうまい、もうその美術の基礎がしっかりしてるって人を就職して会社入ってから会社でこう勉強してもらって CG のね、パソコンの使い方大体最初の3ヶ月ぐらいは、うん、勉強期間で逆にいきなり仕事ってことはほぼないんじゃないかなと、うん、まあ会社の規模によるかもしれないけど、ね、当然、うん、なんかそれなりの会社だったら新人が入ってすぐに実践投入ってことはあんまりないと思う、ね、あんまりないと思う、あんまりないと思う、うん、はい。なので現時点の見解としては専門学校に行った方がより確実になれるんじゃないかなというのが我々の意見でございます。まあ専門学校に行くにしろ、はい、独学でやるにしろ、はい、明日からできることアクションプランですね。明日からやるアクションプラン、まず、専門に行こうと思う人はオープンキャンパスに行ってみよう。まず、専門学校どんなのがあるかというのを直に見て判断するのがいいと思います。いっぱい見た方がいいよね。さっき言ってたメリットがちゃんと活かせるような学校を探した方がいいね。プロの講師がいるのかとか、そういうのを調べてみましょう。じゃあ独学の人が明日からできること。独学の人はとにかく作品を作って SNS に上げていきましょう。どんどん人に見てもらう、これがやっぱり一番いいですね。それをあとひたすら続けることですね。門学校と独学のメリットデメリットは以上の感じですかね。はい、参考になれば幸いです。我々のチャンネルではこれから CG デザイナーになりたいという方に向けて有益な情報を発信していきます。チャンネル登録、高評価お願いします。